ラホットは、イスラエルエアロスペースインダストリーズ社が開発した、対戦車ミサイル。弾体が、小型軽量で、ロイヤルオードナンス L7 など 105mm 口径の、戦車砲から発射可能である特徴を持つ。誘導方式は、セミアクティブレーザーォーミング方式で、照準装置から目標に照射されたレーザーを探知、追尾する。発射した。 車両以外のレーザー照準装置からの誘導も可能。弾頭はタンデム式製計作薬団となっており、筋質圧延行走行換算で 800mm 厚の貫通能力を持つ。新艦の起爆モードを切り替えることで対戦車ヘリコプターやソフトスキンに対しても有効である。同国の国産主力戦車メルカバの最新型マーク4には標準で、 運用能力が備えられているほか、レーザー照準装置と弾頭データ入力装置を増設することで 105mm、120mm 砲を装備する他の戦車でも運用可能である。また、専用の4連装発射機も用意されており、前段装備状態でも 75kg と軽量であるため、あらゆる車両やヘリコプターなどでの搭載、運用が可能である。 こうした、汎用性の高さを売りに、世界各国へ活発なセールスを行っており、ラインメタル社が、レオパルト1戦車の能力向上キットに採用した、他、アメリカ軍でも、無人航空機での運用試験が進められている。名称は、英語のレイザーホーミングアンチタンクの略と、ヘブライ語の、雷との掛け合わせである。ありがとうございます。